と言っているんだ。力の差か、それがなんだ。俺はてめえを倒すぜ。黒崎一護、知らぬなら教えてやる。これは何だ、霊圧なのか。レスレクシオン。いいだ、分からせてやろう。心を持つがゆえに命を落とすということだ。戦ってんだ。ザレ事だ。よく見ておけ。無駄だ。まだこれからさ。どうしよう。黒崎を頼む。守る。バカな、その姿は何だ。お前がなぜそんな姿になったのかは分からんが。
この俺を倒すことなど不可能だ。やはり扱いが難しいな。なんだと。容赦はなしか。やれ。エルディレクト！自ら作り出した兵士たちを盾にすることもできるとは。終わりです。これは呪縛。ヤニ、あのメガネ野郎、許さねえ。やめろと言ってるんだ。石田君、なんて黒崎君。ようやく目が覚めたか。俺がやったのか。勝負をつけるぞ。いいだろう。殺せ。断る。嫌だって言ってんだ。最後まで思い通りにならんやつだ。ようやくお前たちに少し興味が出てきたところだったんだ。天蓋の上にあった重い霊圧が消えた。足りねえんだよ。こんなカスどもぶっ殺すくらいじゃ。あいつの肩10番だ。とっとと倒してイチゴ拾いに行くぜ。笑わせんな。打ち切れろ。いや、エスパーダの数字は0から9だ。ゼロエスパーダ、闇リアル語だ。死ね。Yeah!